こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は牛丼300円という絶対価格というですね、この記事。中身は安売り競争はやめようということでですね、吉野家もすき家も松屋も、まあ談合したわけじゃないんでしょうけど、まあ値段を上げようというような流れでですね、一時期値段を上げようとしました。ところが、全く値上げしたら、客が増えないと。まあ、当たり前ですね。値上げして客はなかなか増えないです。値段っていうのがですね、下げるのは簡単なんですけど、上げるのは、まあ、本当に難しいですね。ましてや、例えば不動産、一等地の不動産みたくね、数に限りがあるんだなともかく、数に限りのない、ね、限りはあるんでしょうけど、まあ、米など牛肉、安い牛肉なんて別にね、輸入すれば、あるいは作れば、いくらでも買えるんで、際限なくあるものは、一旦下げた値段を上げるっていうのは非常に難しいです。そんなわけで、ね、今値段をせっかく上げてきたけど、また300円切る値段に逆戻りと。まあ当たり前ですね。安いから、安い割に美味しいから食べるというのがもう浸透しちゃってるんで、今更値上げは難しいだろうと。もう300円で儲かるモデルを作るか、あるいは牛丼から撤退するしかないというようなことになってます。これなんでそんな牛丼の話をしつこくするかというとですね、牛丼はどうでもいいんですけど、これ Amazon 室で売ってるものもですね、一緒です。値段を下げるのは簡単なんですけど、下げちゃった後値段を上げるのはですね、非常に難しいです。これやってみると分かりますけど、上げた途端に売れなくなります。安いから売れるもんじゃないっていう商品をですね、高く売るのと安く売ってから値上げをするっていうのは似てるようで全く話が違うんですね。そんなわけで、転売アカデミーで教えてるのはですね、どうやって、代わり映えのしないものを人より高く売るか。まあ、人より高く売るからこそ初めて、利益が出ると。Amazon というね、何の工夫のしようもない、一見何の工夫もしようがないような、プラットフォームっていうのはね、Amazon とかヤフオクとかそういう仕組みですけど、プラットフォームの中で、実は高くても売れる方法があります。まあ、その方法、どうやって高く売るか、その辺をですね、ノウハウとして提供しているのが転売アカデミーの Amazon 輸出サポートです。これね、気づいてない方いらっしゃるんですけど、今言ってるこの話がヒントです。一旦値段を安くして、売ってから上げるというのは、まず難しいです。そうではなくて、高く売ると。高く売るからこそ、リピート販売しやすいと。他の人がね、2000円で売ってて、例えば1500円で仕入れたら利益が出ないと。ところが自分だけ4500円で売れてたら、3倍、3分、1500円で仕入れたら3倍で売れるわけですから、利益は極端に取れると。まあ、こういう事例もあります。で、そこまで開きはないことはでもですね、2倍までいかなくても2倍近くで売れるっていうのは結構いっぱいあります。商品もありますし、売り方があります。同じものを売って、安くしか、ね、売るには安くするしかないという発想だと全く稼げませんのでね、発想を変えて、どうやったら高く売って儲けることができるか、その方法を学んでみてはいかがでしょうか。気になる方は、Amazon 輸出無料セミナー、無料ですんで、メルマガ登録してチェックしてみてください。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。